ダメエンドイエは、セネガル TS 出身の同国代表サッカー選手。現在は、無所属。ポジションは FW。兄のウスマヌエンドイエも、同じく、セネガル代表でプレーした。2003年、セネガルの首都ダカールを本拠地とする ASC、ジャンヌダルクにてサッカー選手としてのキャリアを始めた。2006年、カタールのアルサットに席。同年に、 ポルトガルのアカデミカコインブラに移籍し、25試合4得点を記録した。2007年からは活動の場をギリシャに移し、パナシナイコス FC に加入。2008年8月にアフィークレタ移籍をして、15試合で7得点を挙げる、活躍をした。2009年1月12日、デンマークの競合 FC コペンハーゲンへ移籍した。移籍金は200万ユーロと伝えられる。 2009年3月7日、ラナース FC 戦で遺跡後初得点を決め3から0で勝利した。それからほどなくして、レギュラーの座を勝ち取り、2009から10シーズンは、チーム内トップの14得点を挙げた。チームとしては、リーグ優勝し、UEFA チャンピオンズリーグ2010から11、予選3回戦の出場権を獲得した。2010年8月4日、 予選の FC バテボリソフ戦では、決勝点を決め、プレーオフ進出に貢献。ローゼンボリビー系を下し出場した本大会では、初戦のロシア王者 FC ルビン火山戦で87分に、ヘディングで唯一の得点を決め1から0の勝利に導くと、続くアウェーでのフルスパナシナイコス戦でも得点を決め、2から0で勝利した。その後得点を上げることはできなかったが、 デンマークのクラブ史上初ベスト16進出に貢献した。また、同シーズンのリーグ戦では31試合で25得点を上げ得点王を獲得。翌2011から12シーズンは、昨季より少ない18得点に止まったものの、2度目となる得点王に輝いた。2012年7月25日、ロシアの FC ロコモティフモスクワに移籍。一席後すぐさまに、 チームに馴染み、2012から13シーズン前半でチーム内トップの7得点を挙げた。2012年11月には、ロコモティフのサポーター投票による月間最優秀選手に選出。2年半の在籍でリーグ戦66試合27得点を記録した。2015年2月2日、プレミアリーグのハルシティ a f c 移籍。23試合消化時点で、 リーグワースト2位の20ゴールと得点力不足に悩むクラブと延長オプション付きで2年半の契約を締結した。スティーブ・ブルース監督の元シーズン後半戦で17試合出場5ゴールを記録したが、クラブはリーグ18位に終わりチャンピオンシップへの降格が決定した。2015年8月10日、トルコのトラブゾンスポールクラブに加入。移籍金は万ポンドで、 三年契約を締結した。2016年1月14日、サンダーランド AFC へシーズン終了までのローンで加入し、プレミアリーグに舞い戻った。2018年7月2日、FC コペンハーゲンに一年契約で復帰。7月29日のオールボービー系戦で最初の得点から15分間でハットトリックを達成した。 2019年1月には契約を2020年夏まで延長する。2020年7月末、クラブとの契約更新が合意に至らず対談することが発表された。2011年2月9日、ギニアとの親善試合でセネガル代表デビューを果たし、この試合で代表初ゴールを記録した。同年12月27日に、 アフリカネーションズカップ2012のメンバーに選出され、ザンビア戦で途中出場から得点を挙げたが1から2で敗れた。ありがとうございます。